皆様、こんにちは。モーツァルトの作品を見ていきましょうというですね、シリーズが続いておりますけれども、最近はですね、かなりオペラのアリアが多いんですよね。と言いますのはね、結構若い頃のモーツァルトのオペラのアリアっていうのは、あんまり聞かれる機会が少ないんですよね。やっぱり、モーツァルトの晩年といっても30歳ぐらいですけども、そのあたりで書かれた作品が多くよく聞かれてるということでですね、このシリーズでは基本的にモーツァルトの傑作を聞いてみようということもね、いたしますけれども、やはり彼がどういう過程でたどり着いたのかというね、ところに非常に興味がありますから、10代とか20代ぐらいのモーツァルトの作品をね、たくさん聞いていきたいなと思ってるんですね。で、時系列にずっと続いてきているんですけれども、今回はですね、そういったシリーズの中でシピオーネの夢とここに書いてありますね、イソニオディシピオネって、これを聞いてみたいと思うんですけどもね、この作品はですね、1772年にですね、シュラッテンバッハ大司教というザーツブクの非常にモーツァルトに寛大だったと言われてるですね、大司教をいたんですけども、その人が50周年記念、すごいですね、半世紀もということで計画されたんですけども、実はですね、1771年の12月にですね、いきなり亡くなってしまって、それで有名なモーツァルトの天敵のコロレード大司教がですね、着任したということで、その祝典のためにですね、初演されたっていうふうに考えられておりましてね、まあ部分的にということを言われてますけどもね、それでこの序曲としては結構交響曲の50番とね、41番より後っていうのは結構若い頃に書かれた交響曲ですね。と言いましても、当時はね、シンフォニアと言っていて、こういったオペラの序曲が交響曲になっていくというね、交響曲というジャンルというよりもシンフォニアといって、いろんなセレナータみたいなものとか、そういった境目は微妙だったんで、まだ当時はですね、一つ独立したジャンルではなかったということなんですけども、このね、シピオーネの夢というのは非常に面白い来歴でしてね、メタスタージオっていつものね、いますけれども、彼が書いた台本によるんですけれども、もともとですね、シピオーネというのはスキピオですよね。古代ローマの政治家であり司令官であったということですけれどもね、2人いるんですよね。で、有名なのがスキピオ・アフリニカヌスというですね、大スキピオと言われる方なんですけども、このスキピオはその、義理の甥っ子にあたるスキピオ・アエミリアヌスという方ですね、小スキピオと言われるんですけどもね、若い方ということで、先ほど申し上げたそのおじさんは第二次ポエニ戦争で言ってフェニキアと戦った、そこで大活躍した大スキピオでしてね、当時ハンニバルというね、有名なカルタゴの大将がおりましたけどね、その人はね、すごかったんですけど、ちょっと見てみたいと思うんですけども、彼はローマから見れば対岸、地中海を隔ててですね、今のチュニジアに当たるんですけどもね、カルタゴありましたね。で、そこで生まれて、今でいうスペインですよね。イベリア半島の南部あたりまでかなり強かったカルタゴで、そこで軍隊をね、指揮して、それでね、今のイベリア半島から南フランスのプロヴァンス地方を通ってマルセイユとかありますけどね。で、北ですよね、イタリアの。鳥のあたりがね、イタリア半島まで来てね、ローマまで来ちゃったというね、非常にローマも危険だった、当時は拮抗してたということでね、非常に防戦をしましてね、その人がスキピオ・アフリニカヌスですね。この人が防戦して、それでなんとかね、カルタゴをやっつけたということでね、なんとかなったわけなんですけれどもね。で、そこでね、そのやはり義理の甥っ子にあたるね、小スキピオ、今この貨幣にありますのが大スキピオですけど、
混同してはいけませんけどもね、非常にね、名前も似てるスキピオアフリカヌスと。で、小スキピオの方もスキピオアフリカヌスアエメリアヌスですからね、非常にややこしい。っていうことですけどね、この小スキピオの方がね、カルタゴに近いところにいたときに、夢を見たということでね、で、しかもその、義理のおじさん、この人ですね、がね、夢に出てきてね、宇宙から見たらローマが小さいんだ、ちっぽけだみたいなことをね、語るね、夢を見たということでね、それを聞けろがね、有名ですよ、非常に。ラテン語の散文、特に演説でね、有名ですけども。だいたい紀元前の50年頃ですね。まあ、今から2060年ですか。その頃に書かれた国家論ってね、デレ・プブリカというね、第6巻の最後のところにね、スキピオの夢と。まあ、ラテン語だと、ソムニウム・スキピオニスと言いますけどもね、イタリア語ですとね、こちら、イルソーニオ・ディ・スキピオネですね。そういった形で伝えられて、さらに、シリウス・イタリクスという人がね、プニカと。これはフェニキアのことですよね。まあ、特にカルタゴのことなんですけども、この第15巻にもね、書かれたりして、それが中世に伝わってよく知られてたと。キケロが書いた国家論というのは散逸をしてしまったんだけれども、当時の書籍というのはパピルスに書かれてましてね。で、それを古代ローマが滅んだ後に、中世に入る頃に洋紙なんかに転写されなかった。古代の書物はみんな失われてしまったけれども、このね、スキピオの夢は伝わったということでね、それでずっとよく知られてた物語でして、そういった形でね、メタスタジオがね、台本を作って、今言った2人のね、キケロウとシリウス・イタリクスのバージョンを混ぜてね、作ったというんですね。しかもイタリア語で。こういった形でできてますけどね、フェニキア人たちっていうのは非常にね、地中海でね、ギリシャ人とかローマ人が台頭してくる前から貿易していて、フェニキア文字というのがね、ギリシャからさらにエトルリア通ってローマ人にも行って、まあ、全部で違う言語なんですよね。フェニキア語というのはセム語なんですよね。で、ギリシャ語は印欧言語のギリシャ語派なんですよね。それで、エトルリア語というのは、これはね、系統不明だっていうね、ことなんですよ、本当に。それで、ローマ、ラテン語。これは、イタリック語派、印欧言語ですよね。もう全然違うね、言語なんだけれども、そのフェニキア文字が伝わって、アルファベットとして、で、我々ここにたくさんね、書いてある文字、これみんなその子孫ですけれども、さらに先ほど申し上げたハンニバルはね、イベリア人たちとも会ってて、イベリア人もまた、系統不明のね、バスク語に近いんじゃないかとかね、いろんな説ありますけども、言語です。その人たちもそのアルファベット、音で書く、音素文字だったから書けたんですね。そのフェニキア文字がもともといたのはカルタゴに行く前は、今でイスラエルあたりですよね。レバノンとか。そのあたりでアラム文字に行って、で、そのアラム文字が東の方に行ったのが、インドの方まで行って、で、それがね、アショカ王なんかのブラフミー文字ですね。で、さらに、レパントと言いますけれども、今でいうイスラエルやシリアとか、レバノンあたりではヘブライ文字とかシリア文字とかナバテア文字って言ってね、これはアラブ族だったんですね。で、さらにそれがまた変わってって、アラビア文字になったり、東にどんどん行って、ソグド文字でね、ソグド人たちの言語は、これはペルシャ語派なんですよ。印欧言語。そして、さらに、トゥルク系のね、突厥文字までなっちゃって。で、さらに、ウイグル文字とか、モンゴル文字とか、満州文字まで来ちゃってるんですけどね。こういった形でね、アルファベットの起源になって、すごい影響力あったんですよね。もう玉突きのように、もう西から東へと、ほとんどのユーラシア大陸まで行ってるというね、本当にすごい。でね、その、フェニキア文字というのをちょっと見てみたいと思うんですけども、その前に面白い話がありましてね、そういった古代の文字をですね、18世紀のフランスの考古学者、ジャン・ジャック・バルテルミー、この人が、まずですね、パルミラ文字と。で、この文字をね、非常にヘブライ文字との関係で読むことができた。そしてね、ギリシャ文字でも書いてあったから、それで、それらの知識を組み合わせたら、そんなに難しくなく読めたというのは、ほとんど同じ先祖から分かれたものですから。
で、さらにこちら、アルファベフェニシアン、これがフェニキア文字、これも読めた。さらに彼はかなりの数の、先ほど見たようなコインですよね、貨幣、当時はメダルって言ってたんですね、貨幣の文字を研究して、これでフェニキア文字も読めましたということでね、すごいですよね、これはね。これはモーツァルトが生まれるちょっと前の話ということでね、非常に影響力のある文字でしたということで、いつもの騎兵カタログ見てみたいと思います。ありますね、スキピオの夢と。今回聞いていこうとするのはね、非常に美しいアリア、探してみますよ。ありました、チリオ、チェアル、ソル、シー、ジーラ、太陽に向けられた目ということですけどもね、楽譜をちょっと見てみたいと思います。こちらなんですけどもね、シンプル、ここに歌の旋律がありますけども、いつもの言っております弦楽の四重奏の形ですね、そして歌があるという形で、まあ、これをフルートなりに取り替えてしまえばフルート四重奏曲みたいだということでね、非常にしかも細かいアーティキュレーションがこういうところとかね、すごい面白いわけですよ。まあこれは見てみるとシャープが3つついてるから一長調だなとわかるんですけども、まあこれも聞いてみましょうかということで、行ってみましょう。いいでしょ、細かいアーティキュレーション、ギューンってきました。こう押してる、通奏低音が連打下がってきてる、腕が一緒になって、おー第一バイオリン、おー第二バイオリンが来てまして一緒になりました。ここいいですね、第二バイオリンとビオラ非常に動いて優雅、ここはすごいエネルギーティックねえ、いい盛り上がってきた、歌いてきますね。ね、ここも押してるもん、バイオリンが一緒に沿ってる、あーチャーミング。お、今度通電話、お、ここバーンってやった、ね、このバイオリン一緒に入ってきて、ちょっとね、はい、いいんですよこの相方。ここ畳みかける、おー、この上が入ってくる、ナポリ風だ、余韻があっていいんですよね、この後のオーケストラとかね、ここで上がって、でここ蝶々になってますね、オーケストラ軽くなってる、歌がすごい盛り上がってる、おー抜けてますね、最高。畳みかけるようにって歌いまし、お、滑らかな加工、微妙なこの半音で、こことこ感想が入ってきて、間にちょっと入ってくるところがいいんですよね、ここを来た沿って同じ形、お、細かい、で感想、お、単調になりましたね、ねえ、すごい、お、ちょっと長調っぽくなったでしょ、ここのところすごいシンプルな、ちょっとね、ここ空いてますね、受けてんね、おー、今度上がった、滑らかで優雅、このジーラーとミーラーを非常に韻を美しく際立したけど、
なーと盛り上がってきて、一緒に盛り上がってきてるんですよね。細かくなってる。ネイマーみたいなモザゾーらしいね。後からついてくる快感いいですね。高いところでここのところいいですね。付け方がおじて、いいですね。細かくなった。この盛り上がった感じをバイオリンにね引き継いでる。少し即興的になりまして、来ました。もう入ってきましたね、クエストはね。これで前半部分が終わって真ん中に行くわけですよ。これはねキャンセルされてるから二丁調になってるかな。シャープがねキャンセルになりますから。もういいでしょ。これ上に上がった。ここのところでバイオリンのね盛り上がりね、もうちょっと単調っぽい。このところなんかバイオリンがねぶつかってたとこ微妙で良かったんですよね。ね、単調でしょ。で今のところでさっと転調した。ここ細かいでしょ。ここ間もう一回山頂っぽいね。ここはね山頂っぽいなって感じですね。シャープが2つかな。あ、もう戻った。ね、細かいんですね、この今度ディミニション。おお、細かくなってる。盛り上げ、おーじました。おお、ここまで非常に盛り上がった。細かく装飾された。こうやってきて、ここにね、歌が入ってきるでしょうっていう、モタドらしい。丁寧に歌っております。でも歌を聴いてしまった感じで、もう全てがリズムセクションになってますね。他のパートがー下がってきて、で情感の高まりと鎮静をしていくっていうね、このバランスモダドラの特徴です。バーンと上がって、おお、ここも階段、おお、ジル第一バイオリン、第一バイオリン、第一バイオリン、結構カデンザ。来ましたね。よかった。で、これでコーダですね。といった形で、こちらのアリアは非常に端正に書かれてましてね、とても当時の様式に忠実じゃないかなと思うんですけども、やっぱりモーツァルトは細かいところがね、オーケストラと、でもまあ弦楽四重奏みたいな感じですけども、そういった弦楽パートと歌のその対話などね、細かいところのね装飾の
歯切れとかその盛り上がったところからの鎮静していくところとか非常にバランスが良くてですね、自然なんですね、とにかくモーツァルトの音楽というのは。しかしその中で変化があるっていうのがね、分かってきたんじゃないかなと思います。大体やっぱりモーツァルトの作品っていうのはどこを切り取っても細かいということでセンシティブじゃないかと思いました。で戻ってみますね。ピオーネの夢楽しんでまいりました。これからもですね、こういったモーツァルトの面白い作品をですね、あんまり知られてないものも含めてね、どんどん取り上げてやってまいりたいと思いますので、何卒KF スコラよろしくお願いいたします。今回もありがとうございました。